ということで進化させました。猫ラーメン堂、攻撃力がほんの少し上昇、体力が約 1.5 倍上昇するので、天使に対しての壁役としてより使いやすくなったんだぜ。では早速使ってみましょう。エリアは、大狂乱の巨神降臨、このステージでやっていくよ。でもここ、天使出てこないぞ。気にするな。そんじゃボスが出てくるまでー。バッサリカット。大狂乱ジャラミの登場なんだぜ。今回はスナイパーと猫ボンを使用してます。大狂乱ジャラミ、以下、ジャラミは 25% の確率で波動を打ち込んでくるんだぜ。4回に1回の割合か、これは運も必要だな。波動向こうのキャラがいたらな、おいしらじらしいぞ。ちなみに大狂乱に挑むのは、今回が初めてなんだよな。他の大狂乱は、また後で攻略していくんだぜ。ていうか、そろそろ攻略が辛くなってきたんだよ。攻略できないステージが多くなってきたよな。そろそろ波動が来そうな予感。猫キョンチーがいるから、前衛が崩れにくいね。まあそれ以外は蒸発したけどな。ちなみに、攻撃で5回ノックバックさせれば、ジャラミは沈むんだぜ。目安になってわかりやすいね。波動を打ってこないうちに、ガンガン攻めていくんだぜ。ちなみにさっき進化させた猫ラーメン堂、起動速度が遅いから、攻撃当てる前にやられちゃってるね。でも、レアキャラの中じゃ、天狗の次に当たりのキャラらしいぞ。攻撃力もそこそこあるし、個人的にも、とても使いやすいキャラだと思ってます。ロック、アーティスト、ラーメン、波乱万丈な役なんだぜ。うわぁ、また蒸発していく。ほんと、波動向こうのキャラは、ありがたいんだぜ。お、そろそろが大2匹目、召喚できそうですな。エリザベス56世、ダフィ、コアラッチョ、波動使いがいるステージは、ダオウがいたおかげで攻略できたからな。さあ、これで2匹召喚したし、一気に攻め落とすよ。うおー、波動来たー。いけー、猫ムートー。何もせず散っていったんだぜ。きえー。ダオウと猫キョンチーがいなかったら、このステージは鬼畜だったな。今までは超激レアでゴリ押しだったけど、レジェンド星4は、レア、エキスパートキャラ以外は使えないから。すげー、鬼畜。猫缶を使用して、使えるキャラを解放しなきゃな。あ、ガオウが一匹やられてるし、しっかりと壁を生産しないからだぞ。そういえば、ニャンピューターとか、全然使ってないな。そういえばそんなのもあったな。もったいないと思って使わなかったら、そこそこ溜まってたんだよね。溜まるといえば、ニャンチケで、勉強力ばかり当たるんだぜ。うおー、勉強力プラ20超えてるのにタンク猫プラ1とかありえんぞ。確率おかしすぎるだろ。きっと嫌がらせだよ。この猫が不在だから、そこは猫キョンチーに頑張ってもらうしかなさそうなんだぜ。他にも特殊能力キャラが欲しいんだけど、今日猫さえ、全然来ないね。猫缶が約3000個、金チケも10枚あるからな。合計32回引けるんだぜ。次こそはダオウ、当てたいです。お願いします、うちのチャンネルに、もう一度奇跡を。巻き起こしてくれー。これで当たらなかったら、ショックで立ち直れないかもな。はい、ここで猫ムート投入。いけー。やってしまえー。裏に行ってよく見えんな。あ、また何もできずに死んじゃった。さあ、ではとどめなんだぜ。やったー、大狂乱1匹目、撃破したぞー。許してくれたまえ。じゃああとは城を殴るだけなので勝つと。では今回はここまでとなります。もしかすると次回は、ガチャ動画かもしれないんだぜ。頑張って貯めたんだから当てさせてくれよ。ではここまでご視聴。ありがとうございまーす。